非常に素敵なお店ですね。おはようございます、こんばんです。ちょっと初めてのハーブ屋さんに行ってみましょう。ではスタート。でこっちはあのバスソルトなんで、はい、あの香りもちょっとするけども、体を温めるって言ってお塩か、お塩で温まるんですね、はい、へえ。エッセンシャルオイルはもう全然使ってないので自然の香りだけ。香水ほどはそんなに、うん、自然のものなんでですけど、蜜ろはあの精製した分使うので、いや1500円で安いですとか言って、もうちょっと今年はみんな上がってきたので、あの元が、なるほど、だからもう体験はやっぱり大体2000円前後になってくるかなって思います。それでもまあ、あの安いと思いますけど、これやってみたいね。まあ、それこそ胃の部分でこういうストール染めるのから、ああなるほど、うん、春になったらねバターとか色に合わせて、ああいいですね、なので来ていただいた方にまあ楽しく過ごしていただいて、自分のお気に入りを持って帰っていただいたらまあいいかなっていう。あ、いただきますか。フェイスブックだけなので、今はインスタ見られてる方の方がなんか若いから、うん、そうですね、なんか、うん、いろんなの出していきたいなと思って。ありがとうございます。生姜の味とでレモンも入っているので、ちょっとレモンの味と、だから長く入れてるとちょっとレモンが勝ってしまうかなっていう。ゆっくりどうぞってもなかなか言えないんですけど、あのいただきます。ラベンダーの味と、まあ、カモミールのちょっと味がするかな。この香り袋っていうのはどのぐらい持つんですか。そうですね、やっぱり 1、2ヶ月か、それで、またちょっと手で揉んでもらったらラベンダーとか、あーなるほど、またあのクシュクシュってなったらまた香りが、もう一回戻るっていうか。へえ。こっちの方はこちらと同じでポポリオイルが加わってるので長く持ちます。赤の方は、あ、そうですね、はい、あのエッセンシャルオイルだけじゃなくてポポリオイルってまあ合成って言えば合成なんですけど、あのおとなしいっていうかいい上質のポポリオイルなんで同じ香りなんですけど、あ、そうなんですね。これが入ってるんですね。このキャンドルの方も結構香るわけですか。そうですね、すごい香りしますね、うん、それはまあ、人工のキャンドルオイルなんですけど、エッセンシャルオイルでも入れられるんだけど
すごい何十滴って入れないと、うん、やっぱり揮発あったかいのでどうしても暑いので、うんうんうん、します。うん、だからあんまり好きっていうことはないんだけど、それでもまあ香りがいう人にはまあいいかな。これこれはね、これはまあ燃やしたそんな香りです。このままも香ります。開けていただいて、どれがいいでしょう。素朴なこれがいいかな。うん、こうして置いといて、なるほど、あの消すときはふって消さないで、はい、空気遮断するようにこうしたら、はい、消えるので、おしゃれ、これで消していただくっていう。つけてみましょうか。つけてみましょうか。こうやって飾っててもね、綺麗なんで埃入らないように、あ、そうですね。はい、これ。あ、開けたらすごいいい香りする。ブリアンス。ああ、爽やか。はい、ああ、綺麗。今このなんていうかな、F 分の1の揺らげっていう、はいはい、あります。そうですね。あの精神的にすごいなっていう。はい、あれハーバー育てて、うん、でいつの時期にこう、あのいっぺんにねこうできるわけじゃないので、ああなるほど、うん、あの春早く、種類によってですか、種類によって、はいはい、春早くからもうどんどん成長するものもあるし、うん、もう夏近づいて、うん、あのできるものもあるし、なんかその都度収穫は収穫して、そういう育て方もいろいろ勉強されて、そうですね、一応あの作るとかでも習いますし、はいはいはい、まあ本見て自分でこれはなと思ったら、まあ、聞くっていうか、うん、それでもいいかなと、だんだん自分に合うものにだんだん絞られてくる。すみません、ありがとうございます。いただきます。はい、ハーベさんすごく良かったですね。非常に人柄いい方でですね、あったかりもあったまりましたね。そしてまあスペースは広くないんですけども、いろんなまあ種類のハーブに試みていて、また私もですねクリームみたいなやつちょっと挑戦したいなと思います。また行ってみたいですね。もしこの動画が良かった方はチャンネル登録もします。ではまた次にお会いしましょう。